今まで行ったところでびっくりしたところベスト3なんやねんそれ。ベスト3、びっくりしたところベスト3だと、なんだろう、ベスト3かどうかは分かりませんけど、3つ強烈に思い出に残ってるところがあるんですよ。1つが地獄谷温泉です。ちっちゃい頃なんかあの日本生命の CM で猿が、あの冬山の猿がお風呂入ってなんかのんびりしてる CM があったんですよ。なんで猿が風呂入っとんじゃんみたいなね、雪山で、なんやねんここ行ってみたいって子供の頃思ってたんですわ。そしたら何十年も経って夢が叶って、私が、その地獄谷の近くでセミナーやった時に、そのセミナーの主催者が、タモちゃん地獄谷温泉が近いんだよここって、行ってみるって言ったんですよ。だから私言いましたよ、地獄谷温泉近いのって言って、俺子供の頃からの夢だったんだよって、行ってみたいわって。まあその時は冬じゃなかったんで、まあ6月ぐらいだったね。でもそれでも近くあるんだったら行ってみたいって思ったんですよ。でもタマちゃん歩かないといけないよって言うんですよ。で私ちょっと揺らいだんですよ。私もその当時もう3分も歩かない歩かない、もう田舎もんって大体そうですよ。あの 200m 先にコンビニがあったら車で平気で行くような、そういう種族ですから田舎もんってね。3分以上歩けんなっつって、いやタマちゃんってせっかく子供の頃からの夢を叶えるんだからって、行こうよって、5分で着くからって言ったんですよ。5分なんて、なら行こうっつって35分もかかってるんですよ。もうふざけんなっちゅう話ですよ。もうはっきりまだなんて言ったら、まだ全然まだとか言って、結局騙されて35分経って、帰りも35分かかるじゃねえかっちゅうことに気づいて、くっそーとか思ったんですけど、行ってめっちゃねやられたんは、その地獄谷温泉ってなんか山の中になんかこう温泉が湧き出してて、そこに猿がいるみたいなイメージだったんです、ちっちゃい頃ね。何のことはね、人間が勝手に作ってるんですよ、なんかセメントかなんかで、なんやねんこの人工物はみたいな。しかも6月なんで猿なんて1匹も入ってねえんですよ、暑いから。入ってねえじゃんみたいな、しかもこんなちっちゃいとこなんこれって、なんなんこれとか言ってね、しょうがないよタマちゃん、そういうもんなんだよ観光地っ って大概作られてんだよとか言って、分かってるんだったらなぜ俺をここに連れてきたみたいな。それがびっくりしたとこベスト3の一角ですね。そうね、もうあと2つ、あと2つはこれも同じ主催者なんですよ。同じ主催者が2人。そうだわ、中村ふみちゃんの実家に行ったんです私、7月に、もう何年前かな。でその時はまだふみちゃんの実家は、男は泊まれなかったんですよ。なぜならおかん1人しかいなかったんでね。でも私特別に泊まらせてもらえたんですわ。その主催とそのふみちゃんのお母さんが大の仲良しだったんですよ。でそれでまあたまちゃんっていうおかしいのがいて、もう泊めさせてって言って、まあ、特例でって泊めさせてもらえることになったんですけど、あの昔の大杉谷っていうとこね、にあの川がめっちゃ綺麗なんですよ。めっちゃ綺麗だけど途中で修験道みたいなところがあるんですわ。でそこに行くよとか言ってで行くんですけど、行ってびっくりしましたよね。通路がこの幅より狭いんですよね。これぐらい、これよりちょうど狭いぐらいかな、人が通れるかなっていうところで、その隣崖なんですよ。わかりますかね、50メーターぐらい下まで見える、そこに川が流れとんですよ。落ちたら死ぬやんこれっつったら、そこに入る前の看板に落ちたら死にますって書いてるんですよ。なんやろんこれって、俺高所恐怖症なんやけどとか言って、いや高所恐怖症とか言ってる場合じゃないよねって、人生で一回歩かないかやろこういうとこ歩くのはって、歩こうよとか言うんですよね。しかもその時私これですよ、クロックスで来たんですよ、こんなんで来たんですよ、こんなんでつるって滑ったらどうすんねんみたいな、しかも雨降ってるし、つるって滑ったらどうすんねんみたいな、つるって滑ったら滑ったさとか言うんですよ。ふざけやがってこの野郎っつってね、でもう死ぬ思いで行くんですけど、行ったら帰ってこなきゃいけないですよ、地獄谷と一緒じゃねえかこれみたいな。それが今までびっくりしたところベスト3の中の一つに入ってますね、はい。もう一つは何かっていうとね、私がまだ現職の頃ですよ、現職の頃あの大江戸川学習館っていうところで勤めとったんですけど、あのその当時宮崎にね、たまちゃんのファンが、まあなんつったらいいかな、こうたまちゃん本部じゃないですか、宮崎、私住んでたところが宮崎県なんで、宮崎県でまあたまちゃんファミリー本部みたいなの作ってる人たちがいたんですよ、4人ぐらいいて、でこの人が私の誕生日1月7日なんですけど、1月7日たまちゃんの誕生日お祝いしたいからっつって電話かかってきたんですよ。
わありがとうっつって嬉しいわって言ったら、そのまあ女性ですよ、その人がとんでもないこと言うんですよ。だからさて、たまちゃんの誕生日は1日じゃ祝いきれないから3日間欲しいとか言うんですよ。いや俺聞いたことねえわそんな、1日で十分やと思うんやけど、なんで3日もいるんとか言って、でそれ全国から来るからそれは3日いるわっつって、だからたまちゃんってごめんけど1月6、7、8年休取って休んでっちゅうんですよ。それ1月4日ぐらいに聞くんですよそれ。ちょっと待ってくださいよって、俺1月4日の仕事始めの時みんなで頑張りましょうっていう話したんですよって、職場でって、今年みんなで頑張ってこの館を盛り上げていくぞみたいな話したのに、その盛り上げていくぞっていうやつがなんで3日も年休取るんよって、それから何日も経ってんのって、できるわけねえがなそんなんっつって、ほんだらその子が言うんですよ、たまちゃんってできるかできないかなんて全部できるに決まってるやんとか言うんですよ。俺が書いた筆文字じゃねえかみたいな、だからとにかく館長に相談してみてとか言って、ふざけるな、できるわけねえだろうかそんなんつって、でも無理やりやらされるんですよ。だから館長のところに、私当時副館長でしたんでね、館長すいませんって、本当に申し訳ないんですけどって、まあ、かくかくしかりかこういう理由で全国からなんか私の誕生日祝いに来るらしいんですって、3日休めとか言うんですよ、すいませんどういいですかっつったら、しょうがないわって、全国から来るんやったらしょうがないわって、では3日間休みなさいっつって言ってくださったんでね、休めることになったんですけど、まあ、その時何人ぐらい来たんかな、20人ぐらい来たんじゃないかな。ほんでそのたまちゃん誕生日サプライズミステリーツアーとかいうの作ってるんですよ。行き先教えてもらえないんです、全然教えてもらえないんですけど、その連中はなんつったらいいんかな、サプライズができない人たちなんですよ。私を車に乗せて、たまちゃん今から行くところはサプライズやからねとか言っておきながら、どこに行くんかなと思ったら目の前で連絡取り合ってるんですよ。大丈夫準備できてるとか言って、準備できてるじゃねえよみたいな、何俺の前でそんな打ち合わせしてんだよ、バレバレじゃねえかみたいなね。まあ、そこにアサミンとかがいるんですよ。アサミンがあのサンタクロースの格好をしてモスバーガーのところにいるんですけど、でもこの人らは行くところが違って打ち合わせが下手なんで、全く反対のところに行くんですよ。モスバーガーの裏側で待ってるって言ったのに、表側に行っていな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 とか言って、そしてサンタクロースが全力で走ってきて、走ってきた時にはもう誕生日おめでとうも言えないぐらいセーファーセーファーとかなってる。何がサプライズなんやこれはって、俺がびっくりするわみたいな。そんなんがずっと続いて、いよいよね今日泊まるところに来ますとか言うんですよ。いや俺泊まるも何も家近くだから絶対泊まらねえとか思ってるんですけど、ほんだらそのね、うん、その連れて行くところが公民館っていうね、公民館ってあの公民普通の公民館じゃなくて、カタカナで公民館って書くシェアハウスがあるんですよ。ほんで公民館っていうところに泊まりますとか言うんですよ。でちょっと興味があったんで、あ一回行ってみたいと思ってたんよ公民館にっつって、今日たまちゃんそこに泊まるんよとか言って、あそうなんて、まあ、止まらないと思ってますけど、とりあえず行ってみたいなと思って行ったんですよ。そしたらここだからここだからってその子に連れて行かれて、家に入っていくんですよね。へえ普通の家やなここって、そうかこうシェアハウスってそうよねって、大概どっかの空き家を借りて中リフォームしてそれでねシェアハウスにしとんのやろなって思って、ほんだら、はい、たまちゃんちょっと静かに静かに入ってねとか言って、またかなわんな、どうせカラッて開けたらこれがパーンってきてパンパンパンってなっておめでとうとかって、そのパンパン俺苦手なんやけどなとか思いながらね、勘弁してもらえねえかなって、俺びっくりするの苦手やからとか言うけど、大丈夫だから大丈夫だからってね、今から入るからって、たまちゃん入りますとか言うんですよ。パチンコ屋じゃねえんだよ俺はって、なんだその入りますってなんだよみたいな、どっかのボトルじゃねえんだよとか思いながらね、なんなんこれとか言って、サプライズでもなんでもねえやんとか思って、カラッて開けたら誰もいねえんですよ。誰もいないとか、ちょっとタマちゃん入りますよタマちゃん入りますよとか言ってるんですよ。またサプライズ上手だからっつってね、もう勘弁してくれよと思ってるんです。こっちはどうせその押し入れの中とか開けたらパンとか言う、余計心臓に悪いわとか思ってね、恐る恐る開け、どこ開けてもいないんですよ。おかしいなおかしいなってやってたら電話がかかってきて、プルルって電話出たら全く違う家に入ってるんですよ。全く別の民家に入ってるんですよ。固く侵入せで捕まえじゃねえかおいっつって、慌てて出ましたから、私のと出てから往復ビンタしましたから、ふざけんなっつって、サプライズじゃねえこれはって、犯罪だわっつってね、それが今まで行ったところでびっくりしたところベスト3の中に確実に入ってますよ。本当にね、
あのだから私サプライズが嫌いなんですよ。やるなっちゅうの、サプライズだけやるなって、犯罪予備軍になるからです。こんな話聞いて何の役に立つんですか。私も忘れかけてましたわ。